じゃあ、特許候補を用いた自然言語処理による医療ガイドについて、これをリスポートファイルの可視化ということで、DBCLS の熊谷から発表させていただきます。でまずはじめに注意なんですけれども、この51歳の、まあ、エングラフを見ていただきたいんですけど、これ何かというとですね、今日のスライドにおける、スポットファイヤーが入っている割合と入っていない割合でして、スポットファイヤーが入っていないスライドが51枚となってですね、スポットファイヤーが入っているやつが6枚しかないということなので、申し訳ないんですけれども、例えばこんな感じでプロフェッショナルスポットファイヤーだったり、アートの生産性を100倍向上させるキルコスポットファイヤー術だったり、まあ、もし購買力の女子マネージャーのキルコスポットファイヤーを登録したらみたいな話は全くない。ですので、まあ、ちょっとそういう話が気になりたい方は、そうですね、ちょっとゆっくりコーヒーでも飲んでみてください。で、まず自己紹介なんですけれども、私、熊谷ですけれども、しまして、普段は筑波の大学ですよ。で、Twitter ライブライブなどで、ブログがこのアドレスでやってます。で、2009年ですね、昨年の5月から、リサーチアシスタントとして、まあ、ゲームをさせていただいております。で、何をやってきたかというと、例えばさっきご紹介が、あった、東方 TV の、コンテンツ推薦の部分、プラグインの改良だとか、あとはコメント遺伝子のアップデーションからグラフェリオンを用いて、機能推定を行ったりとか、そういう、まあ、ちょっと異なる機械学習なことをやっております。で、まず問題なんですけれども、まあ、特許って公共データですよね。まあ、担保としてあれされてますし、まあ、公共に、公的に公開されているデータですし、また他社さんとかの技術開発の結晶がまあそこに作られていてですね、まあ、業務との価値があるだろうなという話なんですけども、まあ、そもそも特許って量が多くてですね、申請されるものだけで年間40万件とかだったりで、その年に発行というか、まあ、登録が年間10万件近くだったりして、まあ、まあ、それも全社があるわけなんですけども、量が多すぎると。で、例えば開いたとしてもですね、例えばこれは請求項と呼ばれる特許でどこがその自分たちの技術として新しく主張したいか、奉仕してもらいたいかというところを書くところなんですけど、まあ、こんな感じで請求項が独特の書き方なんですね。読みにくい、非常に読みにくいと。でもってですね、まあ、こうやってみんな白旗掲げて、たぶん解析とか諦めちゃう人多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そこでですね、まあ、パテントを、若いパテントをマイニングしようということで、頭を取って、グラージュというのを今回ちょっと取り組みました。まあ、簡単に言えば目的としては、特許マイニングということで、特許に含まれる技術のテーマですね。これをトピックと呼んでですね、それを分類して、あとは時系列で可視化しようという試みです。で、まあ、とりあえず全特許だけでなく、特許のジャンルですね、それとあとは業界別でそれを分析もやってみようかなというのを試みました。で、まずやり方なんですけれども、まあ、3ステップに分かれています。1ステップ目は特許の中から必要そう、分析に使う情報というのをこうやって切り出します。その後は分析を行って、最後に、まあ、適度スポットファイルを可視化してみようかなという流れになっています。で、まず情報の抽出の部分なんですけれども、まずは特許候補を買ってくるところから始めましょうということで、特許候補を買ってきます。 DVD で、DVD1 万台3860円で売っててですね、中には XML のファイルと PDF のファイル両方含まれています。でですね、これ一から買ってきたわけではなくて、 DBCLS では、平成16年から平成20年に発行された特許と、実用信用のデータが全て取り揃えておりますので、これを使うことにしました。で、そこからその XML ファイルから物理に必要な情報をまずは抽出しましょう。ここでとりあえず抽出したのは特許名、タイトルですね、それと IPC コードと呼ばれる、国際特許分類のコードですね。例えば、A、B、C などで表されていて、まあ、階層的に表されているんですけれども、ある程度特許のジャンルは分かるというのが IPC コードも取得します。あとはそれと特許の権利者名ですね。まあ、権利者名っていう書いてあるんですけど、具体的に言えば、企業さんであれば、その特許申請の中で会社さんの名前はここに入っています。発明した本人の名前ではないです。で、あとは出願ですね。特許をいつ出願したかという日付と、ここは下の部分、2つは最も重要なんですけれども、請求項と呼ばれる特許の保護を受けたい、まあ、権利を主張したい部分を記載します。あとそれと、請求項はある程度限定された方からしかできないので、請求項の詳細な説明を含めた本文、まあ、ここでは勉強本文と呼ばれています。この情報を抽出します。でですね、そこから、請求項と本文に対して、情報抽出の本番をやっていきます。何をやるかというと、携帯スパイ劇と呼ばれる作業
ある意味を持つ最初単位の文章を区切っていこうという話です。例えば、これは、昨日作ったので今日は寒くなったんですけど、例えば今日はとても寒いという文章を携帯単位にかけると、今日は今日記念日ですねは助詞、とても寒いの形容詞というふうに分割ができます。で、今回携帯単位にネカロジン、ネカロとはオープンソースで開発されている携帯単位のソースです。で、ネカロにかけてみましょう。例えばこれから特許を切り刻みますという文章をメカブに投げてみます。エコーでこれから特許を切り刻みます。ファイルでメカブでやると、これからは副詞ですね。で、特許名詞を助詞に切り刻むような方式で、まさに助動詞になります。っていうのが基準です。こういうふうに、携帯スタイルというのを行っています。で、ここから名詞動詞だけを取り出して、今回は使用していきましょう。例えば、文として、プロスタグランジンに作業、作動および、または拮抗するという文章を携帯スタイルにかけ、名詞動詞を取り出すと、プロスタグランジンの名詞で、作動が名詞、作動の名詞か。作動が名詞で、拮抗が名詞で、するが動詞になります。で、この作業を繰り返すことによって、文章を単語の集合で表します。これを専門的に言うと、バドルワーズという言葉なんですけども、簡単に文章を全部区切ってしまってですね、英語の文脈とか関係なしに単語の集合のみで表していきましょうという考えです。で、泥臭い話なんですけども、これ今、さっと簡単に表現しましたが、実際はもっと泥臭い作業が裏で行われていてですね、例えば専門用語で対応しなきゃならないと。例えば、ハロウィンカルキルっていう単語を、何も、特殊化していないメカブに投げるとですね、ハロゲンで区切って、カフェ区切って、ハルキルで区切っちゃうと、それバラバラになっちゃうので、ここに Wikipedia の見出し法っていうのを加えて、あと一つ、ライフサイエンス辞書と呼ばれる辞書を追加して、メカブに追加してですね、専門用語に対応させていきました。で、もう一つ、カーボン物の文章表現を改善できないっていうのがありまして、これは結構、つまずいたところなんですけども、例えば、ある特許から抜き出したカーボン物の表現なんですけど、7.3、アイフのカップ2を、ヘリルディールするホル、ホーニールアミノ、カッコ閉じ、ハイフン6、カンマ6、ハイフン、ジメチルピクシロ、カッコ3.1、カッコ閉じ、ヘプタルの、ハイフン2のイル、カッコ閉じ、ハイフン5Z、ハイフン、ヘプテン3、メチルエステルみたいなのが、こういう表現が大量に出てきてですね、これちょっと非常につらくてですね、これをメカブにかけると、そこには細切れになった大量の記号と数字が出てくるという、非常に悲しい結果になってしまいます。ですので、ここはしょうがないので泣く泣くですが、こういう記号などはある程度フィルタリングしてしまってですね、記号の列で数字の列などは、もう先ほどから考えないようにしましょうということにしました。じゃあ実際に分析を行っていきましょう。特許に対する指定言語処理を用いた分析というのは結構、いくつかありまして、例えば、表記語、文章の中に A と B という単語が同時に出てきた場合を結びつきとして考えて、二次元空間などにマッピングしてある程度特許を分かりやすく表現するだったりとか、正九項ですね、先ほど言ったように正九項っていうのはこう単位に技術の詳細が書かれているので、それをもうちょっと分かりやすく表現し、それの可読性を向上させるなどという研究があります。また、昨日にも学会で発表されたものでは、特許の検索に関してある程度その検索精度を向上させようという研究だったりとか、特許の、これはあるワークショップの課題だったんですけれども、特許においてその特許が何を課題としているか、そしてそれをどのようにして解決したか、その効果は何かというのを抽出するという研究だったりもいろいろあります。で、その中でですね、今回何を用いたかというと、ビッグモデルという考え方を用いてですね、特許に対してそれを適用し、知見を何か得たいというふうに考えます。で、トピックモデルというのは、今回トピックモデルの中でも LDA、レテントディリクレアロケーションという手法を用いました。これ何かというとですね、文章に含まれる単語は何らかのトピックから生み出されるという考えに基づいています。具体的に言いますと、例えば、銀行という単語が文章の中に出てきた場合、それは経済というトピックから生じているかもしれないし、事件というトピックから生じているかもしれないというふうに考えます。で、例えば、核兵器であれば、国際関係という文脈から生じているかもしれませんし、科学の文脈から語られているかもしれませんね、核という単語は。というような考え方をモデル化しています。で、これ定式なんですけども、これ今回用いた TOD というモデルの、左がグラフィカルモデルで、右が分布の過程ですね。これはもうめんどくさいんでスキップしましょう。はい、で、何ができるのかというのを述べたいと思います。何ができるのかというと、入力として先ほど言ったような特許を単語の集合に区切ります。そして想定するトピック数 K というのを入力として与えます。で、アルゴリズムが動いて最終的な出力としては、あ、違う。K です。
なった場合の結果です。例えば上から、これはトピックごとに特徴的な単語を見ていたものの場合ですけども、トピック1であればロやコンクリート、加熱、攪拌という単語が出てきやすいと思います。わかります。ですので多分これはこうロとかそういう系の建築系とか、そういう感じのトピックが現れているんだというふうに解釈することができます。またトピック2ではクロックだったりバトルとアドレス、レジスタなどといった多分これは情報処理系の特許がこの中に含まれているだろうというのが解釈が可能になります。でトピック7では便管、燃料、死んだ、内燃機関など多分これはエンジン系を表すことになるだろうなという解釈ができます。またトピック9では化合物、残留、時間、フィルムなど、まあ、これは多分化学系のトピックかなというような解釈ができると。でそれぞれのトピックに関して、対する解釈は人手で行っていきます。ですので例えばアルゴリズムがこうトピックに具体的に名前を振ってくれるわけではなくて、私たちがこのデータを見た結果これはどういうふうに解釈が可能なのか、この単語群からなのか多分こういうことを意味しているだろうというのを示さなきゃなりません。じゃあ実際の、分析を行ってみましょう。データとしては平成16年から平成20年に発行された特許43万件を用います。その中から特許の権利者名、まあ、簡単に言えば、特許を申請した企業様ですね、の名前が以下のいずれかに関する特許の名称をしました。薬だ、ですね、まず最初に薬っていう単語だけでマッチさせて、まあ、製薬系の特許を取得もと思うんですけれども、会社の名前に薬というのが入っていないかつ製薬系の企業様のためにですね、いろいろこう、まあ、ブロックサーバーが入ってました。でそれを見てみると1990年から2007年にかけて申請された特許3200件がそれで集まりました。じゃあこれに対して分析をしてみましょう。で分析をかけた結果がこちらになります。トピックを10個と仮定した場合に分析をかけると、トピック0には例えば抽出物、塩酸塩、トランス、バイオリン酸、酵素、植物カルシウムなどが出てくると。で1には光、回転、キャップ、回路、キューブ、シンちょっとハードルっぽいですね。でトピックにはアルキル基、チカン基、ハロゲン、アルコール、アルコール、キシリ、カルロニウムとか出てきて、2がそれで、3がメチル基、酵素、ディリジン、ニトロ。で、4、5、6、7というふうに、こう、トピックごとに単語が出てくるわけなんですけども、ちょっと僕は正直科学系じゃないので、ここら辺の解釈ができなくてですね、まあ、ちょっと皆さんの方で解釈していただきたいと。で、6の方では僕もギリギリなったのは、多分これ、ライフサイエンス系のかなというのが分かるぐらいです。これが、で、これが気象編かなという感じなんですけども、まあ、これだけ羅列しても正直もっと分かりづらいですよね。なんかリストがあっていちいち見てるわけではないので、じゃあこれを可視化していくっていうのが、まあ、最後になりましたら本題になってきます。というわけで可視化をしましょう。で、そこで用いるのがデュークのソフトウェアを使って、トピックの付け数に対する時系列の変化を見てみましょう。ここで注意していただきたいのは、時系列は発行された日ではなくて、出願日ですね。特許がいつ出願されたかっていうのを基準に。時系列変化を見ていくことに念頭に置いてください。というわけで、まずは全特許の時系列の特許数を見てみましょう。こういうふうに山が座ってですね、ここが何年だろう。97年に1つ小さいものがあって、もう1つ2002年に一番大きい、一度ピークが来ているというのがあります。で、これを製薬関連企業に絞った場合ですと、今度はちょっとピークが違ってですね、96年に一度ピークが来て、もう一度2002年にピークが来ているというのがあります。で、これのトピックごとに対する時系列の変化を見てみましょう。トピックが、10個あるので、0、1、2、3、5、7、8、9ってあるんですけども、こう、何が不明になりますね。多分ここ、ここが2002年のトピックで、もう一つトピックが出てるんですけど、まあ、これだけじゃちょっと分かりにくいですよね。ですので、もう一つグラフを重ねましょう。これだけだと、例えば、特許数の全体が多いかと、山ができているのか、それともトピックごとに特徴的に山ができているのか、非常に分かりにくい。ですので、とりあえず、もう一つ、年次ごとの総和のグラフを重ねてみましょう。で、大きいグラフができましたけど、そうすると、これ、年次ごとに総和を取っているので、大きいグラフが大きくなっちゃう。非常に分かりにくいですね、これだと。なんか、こっち側が潰れてしまって、変化が分からなくなってしまう。ですので、今度は、総和ではなくて、年度別のトピックの比率を見ていきましょう。というのを考えます。で、レジェンドとしては、まあ、この順に0から9が割り振られているんですけども、トピック0がですね、これ特徴的ですね。90年と2007年、2つがほぼトピック0だけが占めている状態。まあ、これ特徴的なのか外れちゃうのかちょっとわからないんですけど、多分外れに近いんじゃないかなっていうのは解釈ができます。で、トピック0が安定して出ているけど、この2つが外
してみましょう。トピックゼロを除外した場合のグラフに関してもこのような感じで、こう色別にですね、特許がその年にトピックが占める割合というのがどんどん上がってきます。例えばこのトピック2だと、この年一気にここら辺で増えてて、一気に減っちゃった後は全然利益やらないなみたいな傾向があると。で、例えば逆に言えばトピック7ですと、2005年ですね、2003年ぐらいから一気に増え始めて、過去で言うと多分これは91年2年あたりになって、また流行が戻ってきたんじゃないかというのが見えたりします。またトピック9とかだと2004年にちょっと早くまた一気に下がっているとか、そういう流行が時系列で見れるようになりました。で、正直なところですね、僕先ほども言ったんですけども、ケミカルバイオミナーの人間ではなくてですね、まあ、本当は社会工学の人間ですので、トピックの解釈ができないと。先ほどあったようなトピック0から9に対して単語が並んでいても、それがどういうのを意味しているのか、それはトピックとして意味があるのかないのかというのが区別できないの で皆さんに見て解釈していただきたいなというのが今日正直なところです。ですのでですね、その解析結果がウェブサイトにアップロードしました。この G86DBCSAP/YBENJ パテント LDA というジップファイルにデータをまとめてあります。で、またスライドファイル、スライドもまとめてあります。で、これは製薬管理企業による特許に対する分析結果です。で、もう一つ IBC 分類 C という化学分野ですね、金属やカーボンなどいろんな分野のための特許をまとめた分析結果があったんですけど、ちょっと計算が間違っていたので、それは後日再計算してアップロードしたいなというふうに考えています。で、まとめなんですけれども、今回何をやったかというと、特許を自然言語処理に分析しました。で、その結果をスポットファイルに可視化することによってトピックの流行というのを把握しました。で、昨日いくつか質問をいただいてですね、皆さんの口を揃えているのが、なんか全部それスポットファイルで解析したんじゃないんですか、なんか別に自分で実装してスポットファイルを可視化だけしたんですねっていう人と、こう、なんていうんでしょう、落胆じゃないですか、そういうご指摘をいただいたんですけれども、まあ、分析から可視化まで確かにスポットファイルは一通りできる環境がありますが、それを統一するメリットよりも異なる環境ですね。具体的に言いますと、今回は分析の部分は自分で実装しますが、分析の部分は自分で実装して可視化の部分はスポットファイルでやるという、そういう異なる環境の長所を組み合わせる方が今回は効果的と判断したため、そのように分析を行ってきました。でですね、私今回やっててちょっと考えたんですけど、多分可視化ってつぶやきみたいな役割なんだろうなっていうのをちょっと考えてですね、何かっていうと、例えば先ほど言ったようにこうモデリアからしてみればですね、こういうグラフィカルモデルがあって、こういうモデルを使えば最強なんだって結果出たぜっていうのが言えるんですけども、多分いや実際に使っていただく方にしてみれば、そんなのいやこれだけ渡されるのって感じだと思うんですよ。で、それをこう図につなげればある程度、まあ、理解が進むという感じで、多分そこら辺をつないでくれるのが可視化技術なこの矢印ですね。それが可視化技術なんじゃないかというふうに考えています。で、それで、まあ、皆さんが、まあ、画面分析して